前回のあらすじ、ゲペシトロッセの意味、年収、住所は、調べてみましたがよくわかりませんでした。いかがだったでしょうか。ってことで今回は歩兵連隊を下垂分解します。まず歩兵連隊の編成は次のようになる。なんか変なの混じってない。最上位は連隊司令部、幕僚小隊、情報小隊、騎兵小隊、工兵小隊は戦争後期に中隊に統合されることもある。そして主力として3個歩兵大隊があり、連隊音楽隊と軽歩兵隊もある。ではまず連隊司令部から、指揮官は連隊長でありこれは通常大佐が務める。あとは師団司令部と同じように副官と将校らがいる。伝令将校は伝令の他に副官と参謀の補佐も務める。つまり連隊って小さい師団ってこと。間違ってはない。次は連隊輸送隊。ここには連隊医師と獣医、さらに兵器を整備する技術官と野戦厨房を有する。そして2個配給隊がありよくわからん車両が配備されてる。よくわからん車両ってなんだよ。ドイツ語で調べて出なかったらもう無理だろ。カードがバイクだからバイク説の行こう。次に連隊部隊。まずは情報小隊、ナーッキ一点を直訳したせいで変なことになってるが日本語的には通信小隊が正しい。パンツァーディビジョンを装甲師団って訳してるようなもんか。でも戦車大隊は装甲大隊って訳さないのよね。うんこの。話を戻すと、情報小隊は注意が指揮し、連隊情報将校を兼任する。配下には電話部隊が3個、無線分隊が4個、そして整備士が2名配備されており、通信距離は電話で4キロ、無線で15キロである。そして補足ではあるが、解説で車両が時たま出てくるが、これらは馬車の可能性もあるため全師団がこれほど自動車化率が高いわけではない。そして各部隊の指揮官は特筆しない限り全員馬で移動する。バイク兵は楽そう。銃弾飛び交う中で伝令したければお好きに。では次の連隊部隊、騎兵小隊。指揮官は軍曹が務め、配下に3個グルッペンがある、ただし機関銃はない。また騎兵と名はついてるが一般的な騎兵ではなく、乗馬歩兵と考えられる。補助として戦闘車と小型野戦厨房がそれぞれ1台つく。戦闘車ってなんだよ。全金属製の貨車、弾薬や兵器輸送に用いられる、騎兵小隊では想定用の小型火事場も牽引されていた。では最後の連隊部隊、工兵小隊。指揮官は注意が務め、配下に軽機関銃1丁を備えた工兵グルッペンが6個ある。車両は3台の兵員輸送車または馬車、1台のガス防護車または馬車がつく。ガス防護車いず何？毒ガスばらまかれた時用の装置がいろいろ詰め込まれた車両。防毒マスクとか吸引器とか多分そこら辺。次、連隊音楽隊。急に時代が戦列歩兵に戻った。戦闘中にのんきに演奏してるわけねえだろ。演奏するのは閲兵式とか入場した時。戦闘時は衛生兵だったら警備隊として動く。あと戦争後期にはこんなことやってる場合じゃなかったので44年5月に音楽隊は廃止された。残党。次、最後の連隊部隊、軽歩兵隊。重装歩兵に石投げてそう。なんか時代認識どんどん遡ってないか。軽歩兵といっても普通の歩兵と装備は大差ない。ただ歩兵砲や迫撃砲等の重装備がない。その分軽快に移動できるので市街地など移動が困難な地域に投入されたり、偵察に使われたりする。41年には各連隊軽歩兵隊は統合され師団直属となった。ではここからは歩兵大隊をばらしていく。見てると頭が痛くなる。大隊の編成もなんてことはなく、大隊司令部があって各大隊に歩兵中隊が3つと機関銃中隊が1つ。そして独立した歩兵砲中隊と対戦車中隊がある。あとコロネ。なんだよコロネって。知らん？は。では大隊司令部から見ていく。連隊司令部が師団司令部と似ているように大隊司令部も同じような編成。なんか見覚えのある意味不明単語があるんだが。ちなみに当たり前のことだが、部隊編成が小さくなるにつれ司令部の内訳も簡素になる。例えば情報部隊の無線機は大型のものでなく背負える小型のものであったり、工兵小隊が必要時のみ編成されたり。で例の単語の意味は、これ微妙にスペル違うから何とも言えないが、ゲペシトストロースは弾薬や兵器の輸送、野戦炊事を担当する。でファークフレグングストロースはこれまで述べた通り墓食料の配給。ゲペックトロースは皇軍中兵士の手荷物などの輸送に従事する。へぇ。あとここら辺から司令官の階級があやふやになってくる。大隊といっても中佐が指揮したり少佐が指揮したり大尉が指揮したりする。また臨機応変かよ壊れるな。士官の数が足りるわけねえだろ。はい次歩兵中隊。
中隊長の階級は上が少佐下が中尉、そして中隊には小隊3つと対戦車10分隊が所属する。なんか付属部隊の名前またスペルが違うんだけど。SZ は SS か SZ と書き換えられるので同じ。では歩兵小隊。小隊長の階級は上が中尉で下が少尉、小隊には4個グルッペンと軽迫撃砲分隊がつく。グルッペンは最小の戦闘単位であり、軍装が指揮士小銃兵7名、機関銃兵とその助手がそれぞれ1名、そして機関単銃で武装した分隊長で構成される。なんでわざわざグルッペンで軍隊と訳さないんだ。歩兵分隊だけグルッペンで他の分隊は全部トルップでわざわざ区別されてるからね。要するに、ゆっくりの独断です。ちなみに迫撃砲分隊が装備していたのはこいつ、射程500もしかないし威力もカスなので41年に生産終了した。ただ重い塔の欠点はあるが手軽に火力支援できるので現場では45年まで使われ、建物の屋上塔を簡単に攻撃できるためソ連軍も露覚したものを好んで使用していた。ちなみに後継として方針が短くなった8組迫撃砲が配備されたりされなかったり。次機関銃中隊。おいなんか変なのがあるんだけど、気にしたら負け、中隊には2個機関銃小隊、1個重迫撃砲小隊が含まれる。合計して重機関銃4挺と重迫撃砲6門が配備されている。ただし重機関銃といっても口径が大きいわけではなく、日本軍が軽機と重機で区別していると同じように設置型の機関銃を指す。ドイツの場合両方 MG34 じゃねえか。運が悪いと軽機がこいつになるんだよな。で重迫撃砲はこいつ、かもなく不可もない普通の迫撃砲。後に12センチ迫撃砲が採用されると重迫から中迫に格下げされた。結局なんで迫撃砲が機関銃中隊に配備されてんだよ。知らんがな、迫撃砲が独立運用されるのは12センチ重迫が採用されてからだし。はい次、火力至上主義歩兵砲中隊。合計して軽歩兵砲6門、重歩兵砲が2門配備されている。即居要員って。こいつら、あ、はい。ちなみに歩兵砲はこんな感じ。15センチの砲は2トン弱あって陣地転換もままならないので後に自走化されたりされなかったり。最後、戦車両兵中隊。中隊には対戦車砲12門が配備されていた。で自動車化されているかどうかで編成が異なり、人員数も異なる。5センチパックの生産が進むとこれに更新されるが、第4小隊が廃止されまた各小隊に2門しか配備されず砲数は半分になる。それでいいのか。これとは別に師団直属の対戦車大隊があるから問題はない。そういやあったな、魔法の生産が追いつくとは言ってないが。今回はここまで、次回は砲兵連隊と工兵大隊の内訳を見ていけたらいいな。相も変わらず願望である。ではさようならー。